じゃんじゃかじゃーん。はい、絶好調の荒木です。で、今私は大分県別府市の方に来ておりまして、これから貸し切り家族風呂の方へ入ろうと思うんですけども、こちらのね、家族風呂、値段が安い、そして源泉かけ流しの天然温泉なんですね。とにかくね、穴場中の穴場なんです。ということで、これから温泉の方をご紹介いたしますので、お楽しみに。すいません、はい、ということで、今芝居の滝温泉の貸切風呂の方に入りましたけども、いかがです、後ろの一枚のね、ここ大きな岩を振り抜いたような岩風呂になっておりますが、これね、めちゃくちゃ気持ちがいいでしょうね。では早速入りたいと思います。極楽気持ちがよか。で、こちら白糸の滝温泉は50分間で1000円になります。安いでしょう、ね、ただ入浴するね、部屋の方が3部屋しかありません。
まあ、なので、まあ、先にねお客さんが入ってからちょっとまあね順番を待たなくちゃいけないですけどもね、順番を待ってでも入る価値があると思いますねえ。この岩風呂でよゆっくり浸かって本当気持ちがいい。ああ最高やで。気持ちがよかでね、窓の外ね、別府湾が見渡せるんですね。しっかりね暗くなってきましたけども、いやほんとね気持ちがよかった。温泉は気持ちがよかも。気持ちがいい。ということで今温泉から上がってきました。いやもうね源泉かけ流しの天然温泉ね、でまたさらにね硫黄の香りがふわーっとしてね、温泉気分をよりそキューとこうね楽しませてくれました。いやでもね本当に体がポカポカ温まって今すっごく気持ちがいいし気分もいいですね。でまあね機会があればですねこちら白糸の滝温泉のね貸し切り家族湯ね、ぜひ一度お越しになってみてはいかがでしょうか。ということで絶好調のアラッキーからでした。よろしく。